思い出した。知ってる？思い出した。思い出した。いや、面影がありますよ。すいません、ご無沙汰してます。お願いします。覚えてくれてるか。覚えてます。商用高校。そうですよね。ほら、よかった。じゃあ入って高校。九州国際大学附属大学。あ、じゃあ九州国際大学附属高校サッカー部の江藤監督です。今回よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。鹿児島県の国体で一緒に戦ったということで、商用高校ということで。はい。間違ってなかったです。よかったです。ちなみになんか那須さんの印象とかって。一番最初に練習でできて一番最後に帰るみたいな、すごい真面目な、その当時はそんな感じでした。超いい人なイメージ。いや、よかった。そんな、まあ、まあそんな僕の話はどうでもいいですけど、九州今強豪校ってことで回らせてもらうんですけど、福岡県だったらやっぱり東福岡とか何ですか？そのまあ一番やっぱりずっと全国常連校で、はい、まあ、僕らはそこをまあ倒すことも目標にしながら、まあ、そこに勝たないことにはちょっと全国に行けないっていうつもりでやってます。でも J リーガーの選手も結構、そうですね、まだ少ないですけど、一番最初に行ったのが FC 東京の長井健介、はい、最近活躍してるのは鳥栖の山下圭介。そうですよね、山下選手必死についていきたいと思いますので、よろしくお願いします。選手権とかってどんな感じなんですか？それこそ10年前かな、はい、受けたのが最後で、はい、でその時に大エースの子が去年引退してカムラっていうのが、はいはいはい、でその後インターハイ初めて出た時のエースが山下圭太で、そこから今6年ぐらいかな、はいはい、出てなくて。ほとんど東福岡ですか？1回だけ準決勝で筑陽さんに負けて、はいはい、それ以外は全部決勝まで、うん、なかなか一番にはなれなくて。すいません、お願いします。これ3週間前ぐらいにやったやつじゃん。やったよ、全然できなかった。吸いながらお腹を出して、はい、吐きながらお腹に引っ込ませて、はい、1、2、3、1で引っ込ませて、2で固めて3で起き上がります。でこれを6回やります。今日のちなみに練習メニューってどういったメニューなんですか？今日のメニューは攻守の切り替えのところと、あとまあポゼッション、ゴール前の崩しをテーマに練習して、で最後ちょっとゲーム形式で。このチームって何人ぐらいいらっしゃる？部員は今78かな。78人、はい、目指すサッカーとかって何かどういったものなんですか？もともと前監督の代からですね、極力その地元の子を3年計画で強化をして、それで全国に出るというところがまあ一つ目標なので、そこに出るためにはやっぱりこう粘り強さとか、まあ、ハードワークとか前向きにチャレンジをし続けるっていうところがベースにあるので、まあ、そこは変えずに、もう見てる人たちが勝っても負けてもまた応援したくなるようなチームを目指してます。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと今日一日どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。初めぶるなよ。お前ら全然真面目じゃねえくせ。間違ってもですね、あのキーパーにだけはちょっとダメだと思います。そうなんですか。あれ絶対あの放送事故になる。結構きますね、やっぱ。コバトレ。コバトレ。やっぱコアを鍛えますか、はい。練習前とかに体幹トレーニングするの、怪我が少なくなるみたいな。ああ、なるほど。ストレッチしてね、はい、怪我がないように40のおっちゃんやからね。確かに二回り離れているわけですもんね、もう。ええ、まあ、息子っていう、あ、親子サッカーみたいなところですね。先生、好きな時にやっちゃってください。はい、ついてくんで。先生、今日体幹の先生。じゃあ、いただきます。 OK、 第2行こう。じゃあ頑張ってきます。すみません、那須大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。九州でいろんな鹿児島県とか国見とか長崎だったら創成館とか回らせてもらってて、意図としては本当にみんながこう刺激し合ってもらってレベルアップしてほしい。で九国もやっぱ福岡県の強豪校として、他にも東福岡とかいろいろあるけど、一緒に刺激し合う仲間だし、もちろん
試合やったら敵だけどね。だけどそれぞれがこう感じ取ってもらって、ね、自分で持ち帰ってそのチームのためだし、その自分のスキルアップのためになんか生かしてもらえればいいし、まあ時代もあるけど、こうやって有志っていうのは九州だけじゃなくて全国的にサッカーやってる子供たちとかみんなに伝わるから、もういつも通りの練習やってほしいし、俺自身もたくさんのものを感じてまた次の活動に生かせるから、だからまあ今日短い時間ですけど、もうみんなのねいつも通りの最大限のパフォーマンスをよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も集中していこうやしていこう。よし。ザッパーいい声。響いてました。声出してる人もいい声出してますし響く、すごく通るやつ、集中しやすい。はい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 。1個だけでやってるのをつなげて、4-3 だけど、3人プラス1人の、4-3 で、相手ごとに突破するところまでやって、突破したら今度また向き変わってっていう風に、攻守の切り替え早くして、やるから、5グループあるからボールはそれぞれもう何球かずつ置いとかないと、パターいないの、それまでやった後ちょっと2つ分かれて、両面分かれて、通常通りの、シュートやって、で最後にシュートゲームやるので、今上から順番に 1-2-3 シュート、でそれも一周しかやらないから、試験前だし、短時間で集中して緊張感持ってやる。また。プロの時に、あの練習監督が言ってる時に、結構理解できなくて、あとあと練習入って理解するのはあったけど、今はね、やっぱり足引っ張っちゃいけないな。話聞いてないタイプですね、もしかして。聞く時と聞かなくても分かるでしょっていう、そのいつもの練習だったらね。それダメですよ。皆さん聞いてください。早速です。はい。ボールボールボール。はい。はい。どうぞ。どうぞ。常にね、周りを見てプレーを止めないっていう、はい、2個のボールになった時はね、見る視野を増やさないといけないです。はい、行き上がってますね。いつも通りですか。はい、インターバル少なくて、はい、パッパッパッていくのがリスム。今はまあトラップのさ、あの受けるときにファーストタッチ。これだ、シュート。あ、やってもらってもいい。ナイスゴー、ナイスゴー。はい、ありがとう。はい、じゃあ、あれ、覚えてるぞ、覚えてるぞ。
2人目、3人目、4人絡んでるコンビネーション、次どこに出るっていうのを考えて、はい、動き直しをするっていう。いいっすよ、はい、いいすよかったと思いますよまあその声とかさ、はい、このつながりだけじゃなくて、このスキルのところで意思疎通っていうのはさ、はい、アイコンタクトとかよく言いますけど、まあ、ああいうのとか特にそうですし、次どこに出るとかさ、次どこに落とすっていうのは共有できたら、はい、あって綺麗な崩しができるので、それをちょっと合わせるっていうのね。3対3、3対2の数的同意で優位な状態に持ってくるために、しっかりとまずファーストゲームここにボールに対して誰が行くか、ここで単純に行った状態を作って、自分が行ったら後ろのパスを継ぎしながら両サイドに構えるっていうの、これもいつもやってるところだからしっかり意識してね。やるよ、はい、よーい、は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 あ、受ける位置、はい、体の向きとか、はい、めっちゃ大事。あと遠く見ることない、取られたと切るから、はい、ポジショニング悪いともう、はい、ハイエの良さが全部消えちゃ う, う、消えちゃうし、まあ、狭いからこそさ、プレッシングやっぱ早くプレスかかっちゃうから、立ち位置で先手取んないと、はい、守備の時も3人で取るっていう、はい、3人の関係で、多分4人目まで行くと思うんだから、これ3人目で、はい、これで合わせると、合わせの質と、はい、あと周りの動きだよね、動き出し、2人目、3人目、それを意識して、それで合わせるっていう、はい、で決め切る、いいっすよね、はい、常にみんながやっぱ意識しないといけない、確かに、少ない時の攻め方だったり、多い時の攻め方だったり、そう、本当に、うん、関係性持って、うん、共有できるしね。はい、何人も絡み合う練習の時って、はい、休みの時間もあるから、いかにこの質だよね、技術練習でこの1個パスにしても、はい、あれは右足に出すと左足に出す、パスをメッセージ、はい、なるほど、やべ、俺部員だったの忘れてたあ、大丈夫、いや大丈夫、大丈夫、一番楽なところ大丈夫だよ、もうみんなから今日は俺部員だった、部員だった、練習生ですから、そうそうそう、なんなら部員より下ですからそうそうそうなんかあの白い T シャツにナスって書いてそうそうそうこんにちはって言ってない1時間半ぐらいだね、多分そうですね、確かに短めの短め、はい、デジカメって書いて、最近さ耳がマジ聞こえないんだ、はい、難聴気味、もともとかって何も言ってないですけど何も言ってない勝手に自分で突っ込まないでもらって今頃今頃おやつが出てきました、緊張してきたってことですね、いいことですね、連動っていうか、プレスとか、はい、なんかスイッチかける人結構いるから、やりやすい、奪った時に、ナスはバックパスし次あれの縦の意識をもっと、はい、相手もね、相手もね、前も、今、今、投げ
自分の形持ってたね。あとボランチの4番すごい時間作る。あそこでやっぱターンできるね。いいフォワードってさ、もう動きにつられてパス出ちゃうから、俺そんな感覚だったから、あの心をどんだけ我慢して作って、で呼び込むとか、で落ちてくるのってさ、こうやって直線的に落ちるのって結構プレッシャーくるやん。でもタイミングで外すんでワンタッチとかさばけるんだったらめっちゃいいし、あのぐらいのパワーだったらディフェンスがついてきてないから、多分ワンタッチかわされたんだし、トラップしためっちゃいい子、良かったタイミングで。よく言うんだったら、その相方までこう絞られたとか、そんな危ないこともなかったし、いいカバーリングしてたけど、自分がチャレンジした時のカバーとかサイドバックの絞らせとか、そこまで気使えるようになると守備 の距離感って見ると思うから、持っていけ持っていけ、はいよ、勝てよ、行こう、アップアップ、声がなくなっちゃうぞ。前半戦の方が足動いてたし、俺はそんなに動いてないけど、まあでも本当にチームで戦うっていうところ、みんながこう動いてたから切り替えなかったし、声出さないといけないんですよ。ドリブル昔から練習してたの。僕ら南なんで、うん、そこで練習しました。ね、めっちゃ間合いあるよね。足出してるの待ってるでしょ。はい、めっちゃわかるもん。すげえと思って。あれ足来たらクってこうって。すごい。しかも右左どっちも切れね。はい、そこは。そうですね。ね、いや、それすごいと思った。仲間でよかったです。自分たちプリンスリーグで1対5で負けたんですよ。あ、負けたんですか。で、ちょうどあったんで、それ見て、やっぱり一人一人、まあ、うまいよね。意識高いね。まさか自分のところに来ると思ってました。自分寮生なんで、友達と、明日なんかねって予想してたんですよ。で、まさか、来るんじゃないみたいな話してて、バスでここ来て、いたんで、マジでびっくりしました。ここ来るまで知らなかったですか？知らなかったです。言ってもらえなかったんで、ちょっと。やべ、今日ミスした部員だった俺。やっぱプロになってなんか大事な。例えば A チームとかあるじゃん。プロでもあるから。でもそこで、まあ、どんだけ見せられるかね。アピール、うん、俺めっちゃしてたもん。サブの時こそもう周り鼓舞して。絶対勝ったやつ。A チームの関係でした。A チームってこう気持ちが乗ればすぐさ、いいプレーできるけど、サブチームってちょっとさ、ネガティブなことがあったら、もう倍以上のこのさ、なんかネガティブな要素がこう、そう取り巻くから、だから熱量をずーっと燃やさないと。1.5 倍以上の熱量でやんないと、どうにかこう自分でマックス立てて、いや、うまくいかないんだったら切り替え早くして、待って、簡単にプレーするとか、そういうのめっちゃ大事だね。練習早く、一番成長できる。お願いします。やべ、やばいよ、やばいっす、やばいっすよ。よし、これが俺だ。これ、サブちゃんに使ってね。はい、サブちゃん、サブちゃん。今日短い間ですけど、本当いい練習ありがとうございました。もうみんなのね、いい雰囲気っていうのが伝わりましたし、モチベーション上げようとね、声みんな出してる姿はね、非常にいいものを
見させてもらいました。あのみんなにこれからね上を目指す上でもそうだし、別にサッカーだけじゃないの、これは自分がどの立ち位置っていうのはあるのよ、もちろん。でその立ち位置なりの苦しさってあるの。俺はサブチーム、特にプロでサブチームの時にどんだけ周りを火を焚きつけてね、絶対に A チームに負けないって、だってそこでアピールするしか生き残れなかったから。でもみんなに思ってほしいのは、 A とか B とか C とかいろいろ関係なくて、ネガティブなこと起こったらうわもうダメだってこう諦めそうになるのよ。でもそれを乗り越えるのが成長だから。だから俺は周りをこう下向いてるやつがいたら背中叩いて、お前勝とうぜっつって、俺一人じゃさ勝てなかったから、周りをさ声で励ましたり火をつけたり動かしたりじゃないと勝てなかったね。そのチームで自分ができること、勝つためにできること、それがゆくゆく未来につながるから、絶対にこれは約束する。どうやって自分でモチベーション上げて周りを巻き込んで勝つために何がしないといけないか、じゃあ俺は周りを巻き込むこと、それを常々やってた。それでどうにかプロで生き残ってた。この一つ一つのパスをこだわるのもそうだし、一つ一つの声もそうだし、この一個一個が未来につながるから、だからみんなはこの1分1秒を本当に無駄にしないでほしい。こうやって一緒に戦ったり練習し、ね、できた仲間なので、僕も心から応援させてもらうので、みんなの、ね、活躍を応援してます。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ジョナさん来てくれて、まあ、チーム一体感生まれたし、意識の高さ、声のかける質などをしっかり学ぶことができた。それを今後も生かして結果を求めてこれからもやっていきたいと思います。スクリーチューチャーレスでした。ありがとうございました。Let's get ready。ありがとうございました。ありがとうございました。おちょっぷちょっぷみんな頑張って。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう劣化しまくってますよ。ちょっといろんなタイプを。そうです、もうスピードタイプついていけないですよ。あれもう3本ぐらいやんないと、で間合い開けないともうついていけないです。すごいテンチャラが楽しそうに。いやもう本当よかったです、ね、助かりました。いやいや、ちょうどさ、ありがとうございます。ありがとうございました。もう本当これからもちょっと応援させてもらうの、よろしくお願いします。確かに1本目足元タイプの次にスピードタイプ来た。そうそう。いやそれは間合い難しいです。前の間合いで勝負つけないとスピードが今ついていけないから、はい、でちょっと間開けたら開けたで、はい、それをもう凌駕してくれて。いや戦略で負けました。いや負けた。